節目を迎えます。70年前の戦争で宗教者の皆さんたちは弾圧をされたり、あるいは戦争に協力をさせられたり、本当に大変な目に遭いました。人が誕生し、人が生き、人が亡くなっていく、その節目節目すべてに宗教者の皆さんたちは立ち会い、祝福し、あるいはお悔やみを言う立場だったり、まさに生と死に関わることをやっていらっしゃると思います。ですから皆さんたちにも申し上げたい、私も心に刻みたい、宗教者が二度と戦死者を葬るための儀式に絶対に参加してはなりません。宗教者の皆さんの思想良心、信教の自由が弾圧されてはなりません。だから私たちは戦争に反対し、戦争のできる国が自由と民主主義と思想良心の自由と信教の自由を弾圧していく、そのことに反対をいたします。皆さん、戦争とはそこにあるように人を殺し、殺さすことです。誰が考えても戦争は人を殺すことです。だからどんな手段を使っても戦争に反対をしていきましょう。そして安倍内閣、私は戦後最悪の内閣だと思います。なぜか自民党も今まで、つい最近まで集団的自衛権の行使は憲法違反だとしてきました。憲法を憲法と思わない内閣が戦争法案を国会に提出し、衆議院で強行採決をいたしました。私は4月1日、鉄面皮という言葉と戦争法案という言葉を使ったら自民党から削除要求を受けました。不適切だと言われました。でも皆さん、戦争をするのに平和という言葉を使うなと思いますが、皆さんどうでしょうか。国際平和支援法、平和安全法制整備法案、いずれも間違いなく戦争法案です。私たちは平和を守り、憲法を守り、そして戦争に一緒に共に反対をしていきましょう。命が輝く、そのことを皆さんたちと一緒に実現していきたい、そう思っています。いよいよ舞台は参議院に移りました。衆議院の皆さんたちとももちろんタッグを組みますが、参議院の特別委員会、社民党、私福島みずほ委員として質問に立ちます。とことんとことんとことん論戦をし、超党派でタッグを組んでこの法案を廃案にしていく、そのことを皆さんたちと一緒に必ず実現してまいります。共に頑張りましょう。ありがとうございます。